食だまめ、これがどうにもあるくらい。それでも以前は女を殺すことなどなかったのに。あ、死体収集人のユースタスか。なぜわかる。鼻が利くんでね。ファビアン・マイヤーの遺体を安置所に運んだか。ファビアン、ああ覚えてる。目玉と心臓がない死体の一つだろ。確か財布もなかった。一つ、他にもああいう遺体があったのか。もちろん、物乞い、宿なし、商売女、たくさんいたさ。ある女は太りすぎでバラバラにしないと荷台に収まらなかった。あいつの死ぬ前のあだ名はだらしない豚っつってな。その話はもういい。それでその後どうしたんだ。牧師の言いつけ通りに焼却しただけだ。一つ残らず。ああ惜しいことをした。惜しい、なぜだ。いや、やはり聞かないでおこう。聞きたくもない。ファビアンの体を調べたのか。いや、そのポケットを見てみたんだ。何も無駄にしないようにってな。一言で言えば死体専門のコソ泥が。こちらも一言で言おうか。お前には無関係だ。収税官のつもりか。失せろ、ウィッチャメ。半端ないね。話せ。死体から何を見つけた。ああ、話すともさ。安物のガラクタさ。ガラス玉の指輪、一握りのコイン、それと手紙。見ろ、ベラム。上質な用紙だ。文字を引き取って新品として売るんだ。それは人間の皮膚だ。プリシラ、次の犠牲者の名だ。これが適切な者の手に渡ってさえいれば。プリシラだか誰だか知らんが、この町には商売女が溢れてるから別に構わんだろう。だよ、なぜこんなことを。当然の報いだ。来そうだわ。何の用だ。ねえお兄さん。え、何あれ。ああ、これか。火鉢か、あいつか。この季節に。知らないわよ。何をするか見てみないと。え、何。火鉢か、この季節。知らんのか。人間の血、プリシラのか。全員でかかれ。野郎をぶっ殺す。マジかよ。マジかよ。こいつ魔術師だ。スーパーパンチ。どうした、やる気出せ。もう一人いんの、いないじゃん。もう、あ、私も八つ咲きにするつもり。くたまる。商売女だって反撃できるなよ。落ち着け、乱暴はしない。ここで何をしている。仕返しするなよ。何ジロジロ見てるの。人殺しは犯行現場に戻るって言うでしょ。兄弟とここで待ち伏せて、そいつを歓迎してやるの。プリシラの分の仕返しよ。そうか、俺は手がかりを探しに来たんだ。目撃者とかな。あまり力にはなれないけど、知ってることは話すわ。
犠牲者はプリシラだけじゃない。気づいてるか？ああもう当たり前でしょ。昨日今日に始まったことじゃない。他にも被害者はたくさんいる。物乞い、商売用な孤児。でも誰が気にかけるの？人間のクズ。衛兵は私たちをそう呼んでる。覚えてる名前は？本名は知らない。みんなハゲ頭、巻き毛、お団子、そんな風に呼ばれてた。友達も家族もいない。今頃廃よ。プリシラとは友達なのか？違うわ。でも私をバカな商売女ってみなさずに敬意を示してくれた。それが嬉しかった。私は女を売るのはもうやめて、まともな職に就こうとしてたの。でも誰も雇ってくれなかった。洗濯人としても使用人としても料理人としても。でもプリシラは違った。劇に出してくれるって言ってたの。みんな彼女が永遠の炎を茶化すのでおじけづいていたわ。口笛ウェンディが舞台に立つなんて想像できる？まあ夢は終わり、昔の仕事に戻るわ。残念だったな。もっとひどい仕事もある。そう思うようにしてる。なんか元気でな。あたりを見てみる。邪魔しないでくれるとありがたい。もちろん、脇に避けておとなしくするわ。でも他に何か分かったら教えてよ。頭がガンガンする。文句あんのか？あの匂い、ホルモアルデヒドだ。それでどうなの？ちょっと待て。元気でな。あたりを見てみる。もちろん。気をつけろよ、腰抜け。ノビグラドはお前の庭じゃねえぞ。これ調べたいんだろ。人間の足跡、犯人のものだろう。かかとに重心、一歩下がったな。それでどうなの？あ、関係ねえのか。覚えてる。元気でな。犯人は必ず。ん？この辺、あ、なんだ？おい、ウィッチャー！検視官がお呼びだ。また犠牲者だ。正面玄関を開けておくとのことだ。できるだけ早く来てほしい。誰かいるわ。うせろ、妖怪もけしかけるぞ。モーラ、一人が来い。落ち着け。ファビアン・マイヤーを殺したやつを探してる。それなら話は別だ。座れ、バカ犬。さあ入ってくれ。ゆっくりと、噛まれないように。かわいいペットだな。好きで飼ってるんじゃない。だが怖いやつが家に来るよりは吠える犬の方がマシだろう。特定の誰かのことか？もちろん、ファビアンを殺したやつだ。遺体が運ばれた後すぐに刀剣を育ててる友達のところへ走ってこれを買った。金はかかったが、少なくとも安心して眠れる。それであんたは？個人の兄弟、ガスだ。一緒にマイヤー&マイヤーを切り盛りしてほう、今はどうなる？でか。ただのマイヤーか。閉鎖するんだ。小屋の買い手が見つかったらすぐに。そして故郷に帰る。家族のそばにいたい。生きていればだが。それで何を知りたい？何を話せばいい？兄弟に敵はいたか？嫌っているものや脅迫されたりは？いや、逆にファビアンの方がある女を脅していた。あいつは手に負えない女好きだった。俺は蓄えができると工具やいい木材を買おうと言ったものさ。だがあいつはすぐに女を買いに走った。あいつはとある女に入れ込んでた。よく全部お前のせいだ、不死だらな女、雑巾女めって罵ってた。よくは分からんが恋してたのかもな。
居場所はわかるか、その雑巾女の。何日か前に死んだ。静かに寝てる間にな。愛人の話じゃ高熱にやられたそうだ。事件について知っていることを時系列に沿って話してくれるか。俺はオクセンフルトで仕事をして家に帰る途中だった。街で上がる煙が見えた。こう思ったさ。クソ、また魔女の火炙りを見逃しちまう。だが煙は大祭司広場からじゃなくここから上がっていた。すすの汚れが見えるか。彫刻が燃やされたのはあそこだ。みんなが火に群がってきて、ファビアンをそこで火のそばで見つけた。帰った時にはもう台車の上だった。近所の人と話したが、事件前に不審なことはなかったか。何もなかったそうだ。気づいても助けなかっただろうな。ここじゃ孤児が血を流していても靴が汚れないようにみんな避けて歩く。ドワーフなど気にかけるものか。どうも、話はもう十分だ。辺りを見てみたい。ご自由に。犬に気をつけろよ。古き神々の像だ。女性のものばかり。いい肉付きだな。音がすげえ。彫刻を見させてもらった。どうだ、本物みたいだろ。特に女性はな。あんなに胸のでかいメリテレは初めて見た。ファビアンの作品だ。俺は言ったんだ、そんな胸じゃ腰を痛めるぞ、少し削れよって。だがいや、この方が売れる、黙ってろって言いやがった。確かに売れた。だが聖堂である説教があって、牧師が言った。非人間族のマイヤーから偶像を買う者は二重の罪を犯す。異教の罪と公職の罪だってな。それでおしまいさ。どうも、話はもう十分だ。辺りを見てみたい。ご自由に。犬に気をつけろよ。これは触れられない。ない、いや。殺人誰かが床に何か重い何か引きずっていったようだな。誰かが床に重い何か引きずっていったようだな。肖像か、いたそれも何結構な。古き神々の像だ。女性のものばかり。いい肉付きだな。作業場に入ってもいいが。ファビアンが発見されて以来中を見ていない。だがお望みなら開けてやろう。家具が倒れてる。蹴られたように見える。また血痕がある。しかし出血で死んだのなら遠すぎる。ホルムアルデヒド、ファビアンが使ったとは思えん。フォルムアルデヒド、ファビアンが使ったとは思えん。
ん？何が起きたか分かった。ファビアンは作業場で犯人に襲われた。揉み合いになり、相手に取り押さえられた。そして拷問されたんだ。詳細は知りたくない。正直そういう話には耐えかねる。その後犯人はファビアンを中庭に引きずり出した。そして彫刻を積み上げて火をつけた。だがなぜだ、なぜそんなことを。思い知らせるためだ。彼に、お前に、町全体にな。どうも、話はもう十分だ。ここにはもう何もなさそうだ。元気でな。どっか行け。どっちやね。ゲラルトだったな。来てくれて嬉しいよ。待っていたぞ。それはご親切に。前回訪れた時はあまり嬉しそうではなかったな。予告もなく残念な連れと一緒に来たからだ。それに牧師に怪しまれるわけにもいかなかった。我らの世話人は重要な用事で町を離れていてね。君が何者で何をしてるかは知っている。捜査を手伝わせてもらいたい。ナサニエルは嫌いか。彼を好きなものは少ない。彼は非常な上に気まぐれだ。一度ここに押し入って私が消毒していたメスを奪うと、私の背中を切りつけた。倉庫の鍵を閉め忘れたという理由でな。君はそんな男を好きになれるか。今回の犠牲者は誰だ。ジョリス・アーキヌス、オクセンフルト学院の進学講師だ。今朝自宅で発見された。辞書で気づかれた寛大の上でな。著書に特徴はあったか。全て永遠の炎に関わる本だった。教義を批判する論文だ。ああ、ノビグラドでは大罪だな。フォン・グラッツから全て聞いた。なあ、学生の抗議活動家たちの気高きリーダーをいかにして牢獄へ入れたかを聞いたんだろう。そこに正義などなかったって話は聞いたか。わざと言い忘れたかもしれんな。多くの学生が亡くなったのだ。自由や平等を拒否し運動に加担しなかった者は翌日喉を切り裂かれて見つかった。医学科ゆえにその傷口は見事だったよ。ヨアキムはお気に入りの生徒だったが、組織の一員として通報しなければならなかった。その後大学を去り死体安置所で働き始めた。過去を詮索されない場所でな。一方ヨアキムは、運命は皮肉なものだ。奴は私が設立した病院の院長に任命された。フォン・グラッツはいくつだ。50か60か。確か53歳だ。それが。彼の教師だったにしては若く見える。驚くことでもない。何年も冷たく暗い場所で過ごし、暴風液の蒸気を吸ってきたんだ。死体を扱う仕事は人を長生きさせる。面白いだろう。始めようなあ。この傷口は一連の手口と一致する。被害者は縛られ、ホルムアルデヒドを飲まされた。次に犯人は眼球を摘出し、その後に燃えかすを入れ胸郭を切開し、そしてこれは何だ。羊皮紙か。人間の皮膚で作られた。殺人鬼からのメッセージ。次の犠牲者の名だ。パトリシア・ビーケルバッド。知り合いか。ああ、一度屋敷に行ったこともある。すぐに見つけなければ。
何をしている。ビーゲルバッドの家に殺人犯がいるかもしれないんだぞ。というわけでですね、それではどんどん話が広がっていっちゃいますね。